ネバキヨシココロは主に YouTube と Twitter で活動を行うロート製薬公式 YouTuber。キャラクターデザインはフジチョコ。2018年6月8日、ロート製薬より6月10日に同社公式 YouTuber としてデビューすることが発表され、活動を開始した。2020年9月11日には日本テレビが立ち上げたベトゥーバーネットワーク。 V クランに参加することが発表された。YouTube での動画投稿は毎週金曜日20時に行い、頻度は1.2週間に1本。主に自社製品の紹介や歌ってみた動画を投稿している。また、ライブ配信は毎週日曜日18時20時を開始時刻としており、ゲーム実況やトークを配信している。Twitter ではツイートは1.2日に1本ほどで、 ネバキヨシココロ、ココロアート、ココロ広めいのタグがついたイラストなどのファン投稿もリツイートしており、マシュマロでの質問も受け付けている。V クランによるバーチャルユーチューバーとファンが通話できるオンラインイベント、バーチャルオシデン WA にも参加するなど、ファンとも積極的に交流を図っている。活動初期からの衣装は、ロート色の青、白を基調とした肩出しドレスを身にまとい、 ロート製薬のロゴマークのついたカチューシャをつけている。公式サイトのプロフィール画像では、水色のマニキュアを塗っていることが確認できる。髪色は茶髪。主に収録動画で着用している。仕事中の白衣姿も公開されている。瞳の色が異なるのは、YouTuber ーー活動時は、ブルーのカラーコンタクトを着用しているため、2020年6月10日に、 活動2周年を記念し、新しい衣装が発表された。パーカーやスニーカー、チョーカーは、ロート色の青、白、赤を基調としており、各所に、ロート制約の頭文字 R や彼女が好きであるとする、水玉模様がデザインされ、R のヘアピンをつけている。この衣装は主にライブ配信にて着用されている。さらに、デザインを行った富士チョコにより、 パーカーを脱いだ状態のデザインも公開されている。ネバキヨシオトという高校3年生の弟がいる。キャラクターデザインは姉と同じ富士チョコ。学校ではサッカー部に所属しており、好きなプロサッカー選手はガンバ大阪のコンロヤスユキと遠藤康人収録動画に登場するほか、稀にライブ配信にも出演している。他にもネバシという ロート製薬本社にあった池で生まれ現在はグランフロンと大阪の水場で暮らすイチゴとサツマイモが好物の119歳のキャラクターや新しい衣装の左腕にある水玉模様の水玉ちゃんが登場することもある。ヤッターマンチャンネルの雷愛やボヤッキーとは仲が良くコラボ動画を配信している。特に雷愛のことをカナリアちゃんと呼び親しくしているか、 配信外でも私的に交流している。ウェザイドタイプ AI リとのコラボ動画も配信しており、それぞれが所属する親会社の共同研究についての発表を共演して行ったこともある。2周年記念ライブ配信の際には両名からバースデーメッセージが送られた。ありがとうございます。